めっちゃ美味しそう、ここ。ね、すごい。はい。みんな、今日はご飯企画って聞いてると思うんですけれども、はい、今日は初期面の卒業を祝って、駅からみんなにごちそうしたいと思います。やったー。嬉しい。ありがとうございます。まあ、なので、まあ、食べたいものをどんどん選んじゃってください。はい。の思い出話どんどん聞いていきたいと思います。じゃあ一つ目、エッグからスカウトされた時どう思った？わーって思った。率直に嬉しかったです、うん、エッグ始まる前ってやっぱここでみんななんか違う雑誌のちょっとやりながらとかだったし、専属とか結構厳しいわけじゃん。ポップディーンとか、うん、ポーとかに入るのにも努力するし、結構時間かかるけど、エッグから声かけられたらもう一発目からいるわけです、自分が、うん、だからめっちゃそれは嬉しかった、うん、うちそのポップのオーディション受けてあ、ポップのさポのオーディ受けてちょっと悔しい思いしたの、うん、2位だったんだけど、うんうん、でその後なんか神社行って、この神社行くとマジ運気上がるみたいなのを言われて、次の日にエッグ決まったの。だからやばって思ってた。すごい。それ教えて。じゃあなんかそれ人それぞれ自分に合った神社がある。え、そうなんだ。 そこに、あ、行った当日の夜、夜にエッグ決まったの。え、すごい。この今日が人生をなんか変える日だと思って、うん、ガチで全力でやろうと思った、うん、それは思ったかも。ガチで。やばくない？すごいね、うん、それすごい。知りたい、自分のやった神社ね。で、初めての撮影の時って緊張した？した、うん、した、うん、しなかった、緊張しすぎてした。初めての撮影ってあの結構伝説な青空バックの5人の表紙撮影なのかな。いや、あれ結構後だよね。あれ結構後、スタジオだもん。YouTube だったよね。 YouTube ひとちゃんとなぎと3人でさ、サーティワンっていうの、それめっちゃ覚えてる。行った。ラブ G だっけ？あ、ラブ G だ。の撮影の時多分いっぱい話してると思うんだけど、この企画だけは絶対忘れられないみたいなのが、辛かったことでも超楽しい。海月の海月でもうそれがもう唯一残りすぎてるんだよね、うんうん、大人数で海集まるときにさ、うちがさ電車間違いまくって2時間ぐらい遅刻して、みんな超キレてたよね。パラパラでしょ、海のパラパラの、うん、超風の大雨の中みたいな、みんな怒ってた。そうなの？めっちゃ難しかった。でもさ、東京電車難しいじゃん。確かに。もうさ、静岡だからさ、本当にきつかった、それが。ももちゃんはエッグで上京したのか。そうです。人生が変わったの、すごいよね、そう考えると。でも、オオカミくん出るちょい前ぐらいです。だからエッグ3、4ヶ月ぐらいはもうちゃんと、ね、交通費自分で、うん、交通費自腹なんですよ最初ね、うん、お金ないから服買えないし、うん、コスメ買えないし、全部交通費になっちゃって、貧乏だった。死ぬほど貧乏だった。初期のモデルエピソードある同じく、お金なかったとか。あ、でバイトしてました、私。あ、してたね。バイトしてた。でも、エッグ始めてからはやってない。全然いろんなバイトしました。超楽しかったんですよ。友達と一緒で、一緒にコンビニやったり。居酒屋もまあ1週間ぐらい。居酒屋はダメだった。なんか大きい声出せなくて、恥ずかしくて。ありがとうございます。そう、なんか独特なんよ、しかも。あゆみさんはバイトしてたの？してました。え、何してたの？あゆみ居酒屋ずっとやってました。エッグになってからも？エッグになって、2、3ヶ月ぐらいでやめたかな。まあ、モデルとのね、両立大変だよね。私、高校もあったから、いや、それな、単位取んなきゃやばかったよね、うんうん、みんなちゃんと高校卒業してる組だ、うん、ギリギリギリ。なんかさ、学費自分で払ったの、うん、学校のお金、うん、すごい、すごいね、うん、懐かしい、かつてお金なかったなと思って、うん、すごいよね、そこまで人生変えるの、うん、うちらめっちゃ運あるんですよ。もう運だよね、本当に。マジで、ここ出会えたの
とか、うん、編集部さんとかもそうだし、編集長とか、すごくない？なんか超運命だなって。自分たちがさ、まあ、初期面として入りました。その後どんどんさ、新しい子入ってきたじゃん。焦りとか、負けたくないライバル心みたいなのってあったのかな？あったよ。最初はあった、うん、エッグ始めてから、マーミーとかヒトちゃんが入ってきたぐらい。ヒトちゃんもともと有名だから、うん、そう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 、うち負けず嫌いだったから、なんか一定の出し手を持ったみたいな。でもそれがないとさ、うん、そこまでいけないと思うから、うん、すごい、まあ、いい刺激をいっぱいもらったね。あやかピトが卒業するってなった時、多分自分たちが一番上の世代になるってなった時に心境の変化とかあったのかな？特に良くない？あやかさんとピトちゃんマジで姉御飯じゃん。後輩とかもうまくまとめたりとかさ、か場の雰囲気良くしたりとかしてくれたけどさ、あいみとなぎにめっちゃ任せちゃったかもしれない。だからうちそういうのできないから。え、嘘？そんなことない。てか、それを気にしてやってないかも。なんか流れ的に、うん、流れで、うん、まとめようとか思ってない。なんか役割分担があるよね、人それぞれ。あゆみたちは人生相談されない、あゆみたちっていうかあゆみはされないからさ、メモさんってめっちゃされるじゃん、いろんな、うん、仕事の相談とかね。そうそうそう、どうしたらこういう感じに僕はなりたいんですけど、なれますかねみたいな話はみんなしてくれるけど、しかもメンズからそれされるのってすごくない？うん、嬉しい。うん、今回 S フェスどういうビジョンにするの？あ、まだちゃんと決めてないの、うんうん、なんかドレスっぽいのに、うん、しようとは思いました。つい最近さ、なぎさんが誕生日を迎えて、うん、やっとみんな成人になったと思うんだけど、うん、3人でそれからお酒とか飲みに行ったりしたの？うん、しました。それこそバースデーもね、うん、祝ってくれたし、うん、楽しかったね。エッグってさ、すごい礼儀がさ大事じゃん。やっぱ自分たちもそういう洗礼を受けてきたの？だってうちらがでも先輩だからさ、ないよね。そうだね、先輩がいないから、うんうん、確かに。あやかさん、ひとちゃんぐらいだったから、うん、ほぼ同時だったし、うん、年上だから敬語は使ってる、うんうんうん、でもすごいよね、初めて立ち上がりました、でも礼儀はしっかりしようねっていうのがこの代まできちんと、なんなら多分これから永遠に受け継がれると思うんだけど、なんか意識してたこととかある？キーちゃんとうちが結構言ってたかも、最初は、うんうんうん、確かにキーちゃんも言ってたね、うん、なんか上下関係ってないって絶対揉めるから、うんうん、出会った方がいいってうち思ってて、うん、人それぞれなんか直接言える人とやっぱ言えない人っているじゃないですか、うんうん、うちとかキーちゃんは直接もみんなの意見を言えたから、うん、うちらが言ってた。ここはももさんがやってくれてたんで、うん、最初あれだったもんね、キーちゃんとももちゃんが研修部とモデルたちの間に立って話をするみたいな役目だった。あ、グループラインとかって、なんかリーダー性とかあったね。なんかあったかもね。エッグの子たちはみんな先輩の背中を見て育ってきたんだ。そうなんですよ。タイプ違うよね、うちら。違うね。うちらで固まって同じ先輩の動きみたいなしなかったじゃん。ネギはネギで、なんか場の雰囲気和ませて、なんか何も言わないと逆にそれがちょっと緊張感に出たりとかさ、怖いってするじゃん。意外とネギちゃん怖いみたいな、喋ったことないからみたいな、こう言う子多くなかった？ああ、多分目がでかいから。目がでかいから。目がでかいから目力が、か黙ったらあるのかもしれない。ああ。で、エミはなんか新しい子馴染めるように、ちゃんとお母さんみたいな、うんうんうん、存在に。しまあでもボスだよね。エッグと言ったらももちゃんみたいな感じだから、うん、でも最初はちょっとわざときつく言ってた時もあったけど、うん、最近は、うん、全く言わない言わない。
ぽいよ。クリスさん、ありがとう。おめでとう。久々すぎてやばい、ね、何とか会ってなさすぎる。久々ですね。私は久々じゃないね。マジ、彩香さんめっちゃ遊んでもん、うん、そういうこと、うん、今日はね、もう大変だったですね。そうそうそう、やっと落ち着いてきたね、感じ、うん、引っ越し、落ち着いたな、やばい、ね、やばい落ち着いたらね、みんなでまたえ、てか来てほしいよ、お家行きたい、確かに訪問してきてよ、ビビ面白い、はい、まだ会ってないもん、あれないんですよね、私も会ってないもん、え、そうだっけ、じゃあ、ピトンチでご飯作ってもらって、うん、パーティーしよう、パーティー、したいパーティーしよう、やったー、もちろん楽しみー、いいよねー、ドアヤから見て、初期面3人の初対面の印象と今の印象を聞きたいです。緊張する、初対面の印象、特に何もこれさ、大丈夫かっこいいかっこいいどうせんだよね、なぎは初めて会った時、なぎ中学生だったんですけど、はい、今と変わらないです本当に見た目も変わってないの、うん、確かに、なぎってずっと変わってないよね、確かに、だから本当、なぎですって感じ雰囲気とかも、マジで一番変わんないと思う、だから中学生でも出来上がってた感じ、うん、めっちゃ可愛かった、出会った時から、うん、今はもう二十歳になってよかったね、はい、よかったね、やっと二十歳になりました、大きくなったねって感じ、え、でもなんか思ったのはストレートヘアするようになったんだなって思って、確かにずっと巻き髪だったし、そう、会うたび巻き髪だったじゃん、今日寝坊しちゃって、あ、ちょっと時間がたま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 高校生だったよね、たまに高校生ですね、高1とかだったけど、へ、うん、え、でもめっちゃ垢抜けたと思う、うん、てか大人になった、うん、なんかめっちゃなんか海外ギャルみたいな感じだったんだけど、今すごい大人になって、やっぱ写真とか見返してて、昔から可愛いけどめっちゃ垢抜けたなって思う、嬉、うん、しい、うん、でもやっぱ昔からファッション、うん、ファッションセンスがすごいいいなってイメージは強かったかな、いつも状態良かったこの2人、分かる、状態良かったよ、うん、ももはなんだろうな、見た目はすごい落ち着いた感もある、あー確かに、昔すごいさ、もう超派手みたいな、イエーイみたいな、うん、これやばいたまにやるよね、もうね、もうこれやるよね、やってたよね、教室がやるよね、そう、のイメージだったから、だったがだったが、だったが、まあ、今でもさ、たまにイエーイみたいな見るけどちょっと待って、喋ってるよ、喋ってるよ、喋ってるよ、ピート頼むよ、喋らないんだから調子いいよ、え、でもももは超垢抜けたよね、うん、嬉しい、ね、私なんかいい女って感じ、ほんと、え、でもも状態いい、もも状態いい、状態いい、もも肌しこして状態いい、なんかでも DT 落ち着いてきて、うん、DT やめてあの、いじりたいとかもうほぼいじったんで、うんうん、状態、え、最近いいですよね、マジで状態いい、最近貼らないよ、貼れないじゃねえのよ、貼れないから、貼れないから、最近貼れてないですよね、じゃあピトアヤと初期面3人で、うん、まあ、エッグの企画でいっちゃん印象に残ってるものってあります？沖縄、沖縄、一番最初の沖縄、あー、あー確かに、あれマジ楽しかった、楽しかった、一番思い出に残ってる、マジ思い出だな、うん、濃すぎた、一個一個が、うん、超楽しかったの、ビーチフラッグ、楽しい、あれやばかったよね、本気だったよ、マジで、え、めっちゃ、あれかと思いすぎてゆずはさ、もうあやかさん横からめっちゃ、うん、待って懐かしい、先生動画あったよね、撮ってたよ、あったよ、もう一回見たい、興味よ、興味よ、絶対楽しかった、うん、私沖縄行きたいね、みんなで行きたい、普通プライベートで行くから、え、水着っていつ半、うん、来週発売します、何日ですか発売何日、発売何日か、みんなで教えとって、来週の水着いつですか、いつだか教えて、3月25日から27日の3日間ですね、アレンシーの2020年22年の先行予約発売が開始するのでぜひチェックしてください、イエーイ、今年はめっちゃ可愛いから、イエーイ、 URL はこちら、楽しみ、え、今年マジで可愛い、お姉さん系、大人っぽい、そう、去年結構派手だったんですけど、私はもう大人っぽくて、え、お予測くれるやつあります、
おへそある。あ、よかった。ハイエースのやつとか、いいやいいや、めっちゃ可愛いんで URL 送ります。行かせて助かります。マジでうちら卒業まであと10日ぐらいなんだけど、やばいね、やばいね、やばいね、どうしよう。なんか福和屋から激励の言葉があれば。激励の言葉ですかね。懐かしい、この言葉に。なんかやばい。卒業してもエッグな自分がいるよね。いるね、たまにね。なんか卒業したけど全然エッグモデルなんだ自分って思ってきない。うん、いやな、結果卒業ってあまり何も変わらない。うん、意外と。俺激励の言葉ウケる。ちょっと泣かしてほしかった。変わんねえよって。なんか、え、でも確かにね、そんな変わんなかった。まあ、うちは夏に入ったからっていうのもあった。まあ、確かにね。会えないわけだよね。確かに。エッグが恋しくなることはめっちゃあった。あるね。エッグ戻りてえなってなるときあった。最初とか結構話してたよね。だから今は大切にした方がいいよ。あと10日間。みんなと、みんなと仲良く。うん。初期面卒業おめでとう。ありがとうございます。ということで、私たち卒業まであと10日間ぐらいしかないんですけど、まあ、こうやってね、なんかすごいエモくない、なんか難しいメンバーで集まれて、本当にお祝いもしていただいてありがとうございます。嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。